どうにかね、まあ、大宮岩堤神社、まあ、到着しましたよ。そしてね、こちらにね、志摩温泉関善平さん、これ関善旅館さんのまあ旦那さんの名前ですよね。ずいぶんモダンな建物ですね。まあ社務所的なものなのかな。こちらは方角的に西を向いているのかな。隣はね、吾妻町立原町小学校だそうです。七五三の季節だね。守り。こちらにはね、まあ、大宮岩堤神社の由緒書きがございました。まあ、御祭神は大和たけるの御子と立花姫の御子と須佐能の御子と受け持ちの神。由緒、吾妻町大和原町阿座大宮に鎮座す。まあ阿座号これによるという原町一円を氏子区域となす。由来、当社は武将民衆の尊崇すこぶる厚く、天正18年北条家主因、宝暦以降真田家国印の社領を伏せらる。明治維新の後、軍艦の設ありてより軍艦本社に参詣すること、その例たり。明治40年本庁各所の無格者数士を合わせ維持方法を確立し、大正4年8月13日新選平伯陵屈指共進神社に指定せられ、まあ、昭和16年5月5日豪社に列格す。境内に末社数士を祀る八幡宮宇馬神社神明宮などこれなり。中んづく宇馬神社は、まあ、宇馬の神として信仰近隣に及び、神明宮は新宮古殿在を、まあ、敗退し、もって広く軍内に、まあ、上司を官募、昭和50年4月5日創建す。なるほどね。まあ、こういった、まあ、由緒があるんですね。はい、県指定重要文化財、わらびて塔、昭和55年4月30日指定。このわらびて塔は、奈良時代から平安時代の初期のものと推定されているもので、刀の塚頭が早春野に芽を出すわらびのように曲がった形状からその名が付けられています。わらびて刀は古墳などからの出土品が多いのですが、この刀は東大寺正倉院の遺品などと同様に伝世品である点が特に貴重です。全長 53.2 センチメートル、重さ600グラムの鉄製で、古くから大宮岩堤神社の宝物とされています。あれなんですね、錆びてなくて、まあ、刃の部分が、まあ、伝わってるんですね。まあ、伝世品というのは、まあ、何世代にもわたってね、まあ、その家に伝わる、まあ、家電の宝刀みたいな、そういった意味なんですけど。あとわらびて刀はですね、まあ、古墳などからの出土品が多いって書いてありますけど、まあ、こちらのパンフレットがですね、まあ、その古墳から出てきたわらびて刀の、まあ、塚頭の部分なんですよね。
だから塚頭の部分が確かに、まあ、わらびのように曲がっていますんで、こういったなんかこれをね、馬に乗りながら、まあ剣を携えるのにね、こういった形状だといいらしいですね。なかなかこういったわらび手刀が、まあ、全体が残ってれば、まあ、すごいかなって気がしますけど、それでもね、まあこちらには残っていますからね、刃の部分がね。なかなか伝製品だけあっていいものですね。わらび手刀のね、説明文がそこです。ああ、優勝書きに出ていた乳母神。まあ、乳母の方の神様、これはなかなかいい神様ですね。まあ、中は写真で補足しますかね。おー、いった感じ。おー、抹茶群がそこにありますね。まあ、神楽殿でしょうけど、今も、まあ、祭礼日には伝承されてるんでしょうかね。ああ、伊勢神明宮、まあ、確かにね、まあ、書いてありましたね。へえ。まあどっちなのかな、こっちなのかな。まあ2つあるんですけどね。あ、そっか、伊勢神宮だから内宮と外宮で2つあるのかな。まあほとんどもう読み取れなくなっちゃったね。何か書いてあったんだけどね。すごい鍵だね。まあそちらがね、まあ岩堤神社の社殿です。あの部分に花頭窓みたいな感じになってるから、まあ神仏集合の名残なのかな。ね、赤い鳥的なもので、面白いね。まあ、向かって右側の側面ですね。ああ、ここも奉納額があったけど、ほとんど読み取れなくなっちゃったね。五角形の絵はだから五角絵馬。あ、合格と五角形。なるほど。
まあ、何納得してるんでしょうかね。家内安全、交通安全、無病息災、商売繁盛、健康第一。まあ、それはもう英語の学力向上、素敵な高校生活を送れますように。なかなかやっぱり100点くんはどこにでもいますね。テストで100点がたくさん取れますように。すごいご神木だね。これは見事だ。こういった感じ。すごいね。まあ社合格には小一大宮岩堤大明神。ね、四五三参りでたくさんの方がねお参りすることでしょう。すごい根元。おお、横へ張り出してるんですね。これはまた面白い構造ですね。でもちょっと屋根の部分があれだね。何か当たっちゃったのかな。すごい木だね。まあ、社殿向かって左側の側面。まあ落ち葉がすごいね。これではまあ庭掃除も大変かもしれませんね。じゃあここに集めたのかな。すごい根だね。まあ植物といっても生命力を感じますね。こういった奉納額もありますね。一番上のは、面白い。それでは大宮岩堤神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。